伊勢ア庵伊勢ア庵とは、三重県伊勢地方で作られている拓庵漬けの名称。地元では、孔庫とも呼ばれる。伝統的な製法により生産されており、伊勢神宮の土産物の中でも、付加価値がついた名物となっており、一定の需要を得ている。三重県漬物協同組合により、地域団体商標登録されている。宮川下流の平地にある伊勢市は、 伊勢神宮のお園であったこと、お奇跡土が大根栽培に適していたこと、北西風が大根の乾燥を早めたことから、たくあん作りが発達した。茄子の葉を使った百一漬けや養老漬けなどの種類がある。伊勢たくあんの原料である味噌の大根は、伊勢生まれのきめの細かい白首大根で、たくあん漬けにした時に歯応えが良く、最大限に美味しさを発揮する。 食物繊維が多く、干すと甘みが増す。味噌の大根が普及するまでは、宮中大根が主に使われていた。伊勢拓庵が、自給用から商品化していく過程で九0大根を、つけると黒くなることが問題となり、宮中大根を母体に、新たな品種として開発されたのが、味噌の大根である。味噌の大根は従来、伊勢市の味噌の、豊浜、北浜地域が、主産地であったが、 1960年代より、滝郡名和町へ移り始めた。味噌の大根の競りは、名和町で行われる。三重県は、2006年に、味噌の大根を、三重伝統野菜品目とし、さらに同年、三重県地域特産品認証食品として、大根漬物を認証、食の安心、安全、伊勢拓庵のブランド化と保護に取り組んでいる。伊勢拓庵は、江戸時代末期、 現在の伊勢市味噌の町で作られ始めたと言われている。当時の味噌の地域では、大根が生産過剰となり、塩とぬかだけで簡単に漬け、各家庭での自家消費用に生産を始めた。明治時代頃になると、味噌のや豊浜など、現在の伊勢市北西部で、冬の農家の副業として、伊勢宅庵が盛んに作られるようになった。生産量が増加し質的にも向上すると、 隣接する宇治山田市を中心に農家の女性が売りに出るようになった。明治時代初期には販売員を派遣して大阪を中心とした関西の市場を開拓した。小舟に異性宅案を積み大阪へ向けて出港したという記録がある。農館期に農家の女性が大阪や京都へ出かけて売り歩き、次第に現地の指示を得て常設の漬物店を開く人が現れ始めた。 大正時代になると、小端町、北浜村、白田村など、南西二十町村へ生産地が拡大し、鈴鹿市でも戦前にはすでに大根を伊勢拓庵に加工して、関西向けに出荷していた。大阪市立衛生研究所の清水正夫は、1930年に大阪のとある百貨店が、社員向けに、毎朝伊勢拓庵と豆腐の味噌汁を出していると、報告している。 1943年度には当時の最高記録となる30万樽を生産するに至ったが太平洋戦争の激化により大根畑はサツマイモ畑に転換され生産量は急減した戦後は伊勢拓庵の生産が再び活発になり1950年には15万樽まで回復したこの頃には宇治山田市に 伊勢拓安販売農業共同組合連合会という業界団体が存在し、各市町村の農業共同組合と協力して、出荷の調整と調味料、着色料の調達を行った。1960年から1970年頃の最盛期には、伊勢地方の冬の田んぼは、味噌の大根を天日乾燥するハサ、傘、傘かけで埋め尽くされた。また、この頃には、 伊勢拓安用の大根栽培のために広範囲かつ効率的に一定量の殺虫剤を散布する装置が開発された。1980年代になると味噌の大根の連作障害や小型化が起き、伊勢対岸の厚見半島で生産される厚見拓安にリードを許すことになった。1987年頃には200件ほどの製造業者があり、在来産業として維持されていたが、 近年になって食生活の変化による需要の低減、労働状況の変化で、この地区では漬物専門の業者が数件続けている程度となった。最近では有料な発酵食品として伊勢宅案が見直されてきたことから農業を営む有志が集い、味噌の大根の生産が増加してきている。初頭の伊勢平野で干すためのハサに味噌の大根がずらりとかけられる。 太陽と寒風で1週間から2週間天日に干して大根がのの字が描けるほどしなやかになってから米ぬかと塩、昆布、連大地柿の皮、茄子の葉、唐辛子を混ぜて漬け込む。米ぬかは伊勢平野で生産されたものを利用している。漬け込む塩は10%前後。その後、約2年間乳酸菌で発酵させることにより甘み、酸味、塩味、 うまみが複雑に絡み合った深みのある味わいになる。ぬか4から5醤と塩を混合し、調味料として、サッカリン3問目とズルチン4問目、着色料として、ウコン粉末とタートラジン少々を配合し、尊敬に敷き詰める。その上に干した大根を隙間なく並べ、ぬかと大根を交互に積み重ねていく。最上段に、大根の葉を敷き、重しを乗せて漬け込む。 着色料は1947年交付の食品衛生法で使用禁止となるまではオーラミを使用していた。戦前はもっぱら面付漬けであったが、戦後は早漬けの生産が増加した。出荷先は大阪が40%、京都が35%、神戸が15%となっていた。輸送手段は鉄道とトラック1951年の調査では、 ビタミン B1 の含有量は、新付けで平均 86m%、古付けで 62m% と少なかった。ありがとうございます。